はい、スタートアップ MA シリーズ、スタートアップ戦略の極意ということですね。まあ、前の動画では、いわゆるユニコーンと、まあ、ゼブラ型の企業、あとはですね、スモールビジネス型の企業の違いというのを、まあ、3つの軸ですね、説明した通り、フィジビリティとスケーラビリティとディフェンサビリティでちょっと解説したんですけど、いよいよ今回からですね、その先ほど言ったフィジビリティ、そもそもプロダクトマーケットフィットの実現可能性が高いかという側面と、スケーラビリティ、そもそも事業がスケールできそうかどうかという側面と、まあ、ディフェンサビリティですよね。持続的競合優勢をきちんとキープできるかという側面の一個一個解説していきたいなと思っています。で、まあ、これは非常に、濃くて、まあ、動画で言うと20本ぐらいですかね、まあ、展開したいなと思うんですけども、最初にですね、そもそもやっぱりこう、フィジビリティが、そもそもその、プロダクトマーケットフィットを実現させないと、お話にならないですよね。だからその、プロダクトマーケットフィットを、まあ、実現させるための、まあ、一番の肝となるコツは何のか、について、この動画で解説したいなと思っています。で、これ繰り返しになるんですけど、まあ、戦略とはそもそもどういうことかっていうとですね、これミッション、ビジョン、バリューの、とこでも説明したんですけども、まあ、現状の負がある世界があると。ね。まあ、満たされない世界があって、そこに対して、まあ、実現したい世界があるわけですよね。負が解消される世界があると。そこのギャップを埋めるための、まさに、まあ、指針というか、そこを示すのが戦略なんですよね。そこに向かっていかに、無駄がなく最短ルートでいけるか。まさにこう、戦を略すと書いて戦略と読むんですけど、まあ、どこのフィールドで戦っていくのかですよね。まあ、これがやっぱ非常に重要になると。で、この動画ではまさにどこのフィールドで戦うのかの戦略についてですね、どこのセグメントを狙うのかについて、まあ、解説したいなと思っています。やっぱこれがやっぱものすごく重要なのは、結局、まあ、どこで戦うかによって、ほぼスタートアップ運命で決まってしまうんですよね。まあ、リソースが限られる中で、その最初狙った市場が間違ったりとか、まあ、それで間違ってたと。で、2回目狙った市場で間違ってたら、ほぼ、まあ、立ち直れなくなってしまうんですよ。で、どんなにいいアイデアとか、で、どんなに優秀な人であっても、そこで失敗してしまうケースが非常に多くてですね、僕は非常にもったいないと思っていると。で、僕はこう、これまで何千社もメンタリングとアドバイスしてきたんですけど、一番最初のセッションでやる内容というのが、まあ今日話す内容なんですよね。なので、ちょっと用語的に難しいところもあるかもしれないんですけど、ちょっとじっくり聞いていただくのもいいかなと思いまして、僕もできるだけ平易な言葉で、説明したいと思いますし、文字起こしもこれしますので、後で読み返していただくのも有効かなと思っています。まあ、ということで、まあ、早速始めたいなと思うんですけども、先ほど言ったみたいにですね、スタートアップの戦略に必要な要素は3つあるというところですね。まあ、フィジビリティ、スケーラビリティ、ディフェンサビリティというところで、まず最初にそのフィジビリティ、そもそもプロダクトマーケットフィットしないと始まらないというところですので、まあ、PMF の実現可能性を担保するのは何なのか、まあ、PMF の実現可能性を決める要因は何なのか、っていうところを話したいなと思っています。まあ、詳しくはですね、まあ、動画も作りましたけど、スタートアップサイエンスのこの20のステップを見ていただくのもいいですし、ただこれをギュッと圧縮してですね、一番肝になるポイントっていうのを今回と、まあ、次回で、話したいなと思っています。まあ、この辺はですね、基本科学も読んでいただきたいなと思うんですけども、まあ、フィジビリティで言うと、まあ、これなんですよね。まあ、どこの市場から始めると PM できそうかと。で、どのビジネスから始めると PM しやすいかっていうところなんですよね。で、今日話したいのはまさにどこの市場ですよね。まさにそのバトルフィールドを選ぶと。まさにその戦を略すというのは戦わない場所を決めると。で、戦う場所を決めるということなんですね。で、どこの市場から始めると PM できそうかっていうところについて話したいなと思っています。そうなんですね。そもそもどんなに大きな絵を描いてもプロダクトマーケットフィットしなければ始まらないと。どんなにね、大型の資金調達しても PM しなければ始まらないというところですよね。うん、で、前の動画でもちょっと説明したんですけども、まあ、去年2019年4月に、まあ、負債抱えて倒産してしまったセブンドリーマーズっていう、まあ、非常に優秀な坂根さんという社長がやられたスタートアップがあったんですけど、102億調達してですね、ただプロダクトマーケットフィットできなかったんですよ。あの会社は、
ね、メディアにも出たので皆さんご存知かもしれないですけども、ランドロイドといって、全自動洗濯物、衣類、折りたたみ機を作ったんですけど、でも残念ながら、プロダクトマーケットフィットしなかったと。戦略もね、多分あったと思うんですよ。そう、どういうふうにして世界に攻めていくかと。で、坂根さんも僕対談した時言ってたんですけども、まあ、洗濯を折りたたむというのは別に日本固有の問題じゃなくて、世界の問題だと。まあ、そういう意味でグローバル展開するということをおっしゃってましたし、ディフェンサビリティの側面では数々の IP 持ってたりとか、まあ、優秀なエンジニアがいっぱいいたので、まあ、多少あったと思うんですね。ただ、最初のセンターピンである、どこの市場から攻めるかっていうところが、ややファジーだったんじゃないかなと思うんですよね。最初から値段結構高めで B2C に対して売ろうっていうところだったんですけど、ただ、本当にそのお金を払った人が、そこの期待に耐えるものがやっぱ作れなかったっていうふうに考えています。でそもそも PM しなければ始まらないということですよね。そうなんですよ。まあ、僕はこの、まあ、リスクのね、図も別途説明したいなと思うんですけども、まあ、これだけスタートアップには、まあ、ポスト IPO、まあ、実際そのエキジットしてその後も成長するための、まあ、こんだけリスクあるんですけど、一番のリスクというのは、まさにここのプロダクト、マーケットフィットリスクですよね。まあ、ここにぶち当たると。でそこが一番難易度高いですし、そこをいかにして解消していくのか、というのが大事になるんですよね。で、その一つの、まあ、視点として、まさにどこの市場で PMF を狙っていくかと。まあ、ここが非常に大事な論点になるんですけども、そうですね、先ほども言ったみたいに、戦略の本質というのは、何をやらないか、どこを攻めないのか、ということを選択することなんですよね。なので、大事なことがですね、ピーター・シールも言ってますけど、できるだけ C 社の市場を見つけて、そこを独占せよということなんですよ。これ皆さん質問来るんですね。いや、小さな市場なんか狙っちゃったら、これってスケールできないんじゃないですかと。いや、違うんですよ。で、GAFAM、で、Google、Apple、Facebook、Amazon、Microsoft って、この5社とも、この5社足して、日本の株式市場の同じぐらい時価総額があるんですけども、この5社とも最初は小さな市場からやっていったんですね。Google は最初はスタンフォード大学の中だけ。で、そこで論文検索のアルゴリズムを作ってですね、最初はまさにプロダクトマーケットフィットなのに、プロダクトワンユニバーシーフィットですよ。アップルも最初は西海岸のオタク向けですよね。に出していったと。で、Facebook も最初はハーバードの学生だけですよね。Amazon も最初は、まあ本だけですよね。しかもメジャーな本じゃなくてマイナーな本だけ扱ったんですよ。彼らがなんでそれでも勝ち切ったかっていうと、ちゃんとそのスケーラブルすることを考えてましたし、ちゃんとそのディフェンス、どうやってディフェンサビリティ構築するのかってことを考えてたと思うんですよね。そういうふうに最初は小さな市場で実験をしていって、そこで得たものをベースにして、まあ、PMF の知見とかその再現性をベースにしてですね、一気に、まあ、拡大再生産をしていったというところなんですよ。大事なことが、その一番最初を狙うべきセンターピンですよね。ボーリングで僕はこういう表現使うんですけど、ボーリングでセンターピンを見つけれますかということになると。で、それがピーター・シールも言ってるみたいに、まあ、小さくてもいいので市場独占せよと。で、競争は負けをすることだと言っていますと。スカーファもですね、小さな市場から始めたと。いうことなんですね。まあ先ほど言ったように Facebook もそうなんですよ。今でこそ25億人扱っていますけど、最初はマーク・ザッカーバーグが属してたハーバードだけですよね。そこで徐々に増やしていったと。まあザッカーバーグ素晴らしかったのは、一気にスケールしなかったということですね。ハーバードで検証したと。で、それで 75% のユーザーになってきたら、あ、じゃあ次行こうということで、次の IB リーグの学校に行ったということなんですよ。そうですね。最初 IB リーグだけでも学生が多分数万人しかいないんですけど、そこをまず狙っていったと。いうことなんですよね。うん。そこで、フィットしたら次はスタンフォードに行って、いわゆるいい大学からどんどん攻め落としていったということになっています。まさに、登る山を切りましょうと。で、これによってほぼ決まってしまうんですよね。皆さん、パレートの法則ってね、聞いたことありますかね。つまり、パレートの法則、28位の法則とも言われるんですけど、20% のユーザーが 80% 使っていると。でも、ほとんどのプロダクトってやっぱそうなんですよね。まあ、Apple の iPhone とか僕も使ってますけど、まあでもグローバル10億人使ってますと。ただ、10億人使ってるってことは75億人使っていないんですよ。ってことは Apple は世界ナンバーワンのデバイスカンパニーになりましたけど、いわゆる 80% 以上の人は使っていないんですよね。で大事なことがスタートアップにおいても、このニッパチの2を見つけると。さらに、ニッパチのニッパチのニッパチ。自分たちにとっての Facebook のハーバードはどこなんですかと。やっぱそれを見つけていくと。自分たちにとっての Amazon の書籍ですよね。はどこなのかと。
まさにその攻めるべきセグメントによって、まあ、運命が決まってくるということですよね。で、シリコンバレーにはルール・オブ・クローセンというのがありますけど、まさにルール・オブ・クローセンといって、いかにして最初の10人をハッピーにできるか。そこを完全にハッピーにしてから一気にスケールしていくというのがポイントになるということですね。最初はユーザー数を増やしなくてエンゲージメントを高めましょうということかなと思っています。そうなんですよね。そこそこ好きで言ってるサービスじゃなくて、で、少人数で見るで大ファンにして、これはバケツの穴を閉じるという表現がありますけど、まさに少人数で、まあ、プロダクト、マーケットフィットを狙っていくと。ただ、少人数なんだけども、ポテンシャル市場の大きさというのは考える必要がありますよね。今はもしかして小さいかもしれないんだけど、今後大きくなる市場というのは狙っていくと。これは後ほど解説するんですけど、僕はプロダクト、フューチャーマーケットフィットって呼んでて、まさに今の市場に最適化するんじゃなくて、まあ、いろいろな今後変化があると。で、まさに少し先の未来に対して、フィットさせていくと。まあ、それでうまくいったのが、ウーバーとかエアビーなんですけど、これは後ほど詳しく解説します。そうなんですよね。よくありがちなミスとして、そこそこ好きな人をいっぱい集めて大ファンすれば難しいんですよ。そうじゃなくて、少人数でもいいので大ファンにしてですね、そこから一気に広げていくということかなと思っています。アマゾンもそうなんですよね。アマゾンも、本当に誰が熱狂したかっていうと、初期のユーザーというのは本マニアだったんですよね。どんなに書店に行っても、自分の好きなマニアックな本がないと。でも Amazon はバージョン1から、これ JPS で実際自分で作ったサイトなんですけど、バージョン1からこれ100万タイトル置いたってことなんですよ。でもベストセラーじゃなくて100万タイトルって言ってマイナーな本を置いたんですよね。うん。だからベストセラーだったら、すでに大体があったんですよ。本屋に行くという。でも、その100万タイトルマイナーの本を実際買ったりとか借りたりする読むには、大型図書館とか、本当にニューヨークとか LA にあるような大型の書店に行くしかなかったと。まあ、つまり、多くの人にとってそれは選択肢としてなかったんですよね。まあ、そこで、まあ、Amazon は最初から本をやると決めたと。まあ、まさにこれが Amazon が成功した秘訣かなと思ってるんですけど、まさになんで JPS が、ね、Amazon が成功したかっていうと、まあ、自分たちにとって最初に攻めるべき市場ですよね。それが書店というやっぱ解像度を上げたと。でもどうやって上げたかっていうと、やっぱりいろんなプロダクトを候補として挙げたんですよね。まあ、彼もインタビュー行ってみたいに、コンピューター、ソフトウェア、事業品、アパレル、いろいろ考えたんですけど、書籍が一番いいってことに気づいたんですよ。書籍というのは、この前の動画で言いましたけど、カタログ化しやすいし、腐らないし、コモディティ化してるってことだったんですよ。で、結論として、まあ、これが一番いいってことに気づいたってことだったんですよね。で、それで圧倒的なサイズにマーケットシェアを確保して、まあ、それで1990、確か何年上場してですね、で周辺市場を広げていったということかなと。で、大事なことが、いきなりこう広げるんではなくて、Amazon も、まあ、1998年、まあ、創業して6年、まあ、まあ、爆発的に成長したんですけど、きちんと、まあ、言ってみたらですね、足腰がちゃんと鍛えて、骨太の経営になってから、周辺市場を広げていったということかなと思っています。そうなんですよ。エアビーもそうなんですよ。エアビーも最初は、都市ベースじゃなくて、イベントベースでやっていったんですね。大統領選とか、ワールドカップとか、いわゆるイベントがあるとですね、ホテルの需要とか宿泊の需要に対して供給が圧倒的に少なくなると。じゃあそこを狙って、エアビーを提案したら、まあ、皆さん一気に飛びついたっていうことなんですね。うん。まあそういう感じでやっていったと。エアビーは最初にサービス立体のカスタマーセグメントを大規模のコンベンションセンターに依頼を定めたってことなんですよね。これ皆さんも戦略を考えるポイントとしては、実はこの 5W が大事かなと思ってて、まさに誰に対してやるんですかっても大事ですし、どこでやるんですかっても大事なんですけど、エアビーの場合はこれは、when なんですよね。つまりあるイベントを起きましたと。あるイベントにおいて、需要に対して供給が圧倒的に少なくなったと。エアビーの場合はそうなんですね。大統領選で、その盛り上がってですね、まあ多くの、オバマ支持者が来ると、これ2008年でしたね、オバマ大統領が、大統領なんじゃない盛り上がってですね、民主党の支持者が、まあアメリカのことになく、課題の中に来ようとしたんですけど、そこで、ホテルが少ないとこ気づいたんですよね。そこでエアビーを供給したら、まあ一気にブッキングされたと。このトラクションをベースにして、彼らは、まあ、資金調達を実現したということなんですけど、まさにそのタイミング、ウェンというところで狙いを定めたと。これも最初の小さなセンターピンですよね。そのウェアだけじゃなくて、ウェンがあると。まあ、そういう事例かなと思っています。
そうなんですね。これに書いてるみたいに、すでに大きくなっている市場というのは、1000億超えしていると、まあ、大企業は参入しやすいということなんですよ。となると、いわゆるこう、セールスパワーと平坦の戦いになってしまうので、まあ、スタートアップ負けてしまうと。そうじゃなくて、まだまだ小さい、これスモールマスって表現なんですけど、今後すごい伸びそうなんだけども、ね、メガトレンド見たらですね、今後5年、10年非常に伸びそうなんだけど、まだまだ小さい市場、僕はこれイノベーションの空白って呼んでるんですけども、そこにまず目をつけて、そこのセンターピーを見つけて、まあ、攻め込んでいくというのが大事かなと思っています。まあ、そのためにはですね、まあ、エントリー市場を見つけていくってことなんですけど、ちょっと長くなってしまったんで、一旦今回の動画はこれで切ってですね、次の動画で解説したいなと思っています。で、まさに今回、お伝えしたかったのはですね、そのプロダクトマーケットフィットを目指すためのフィーズビリティということで、その一つの要素として、まさに最初のセンターピンを見つけていくと、最初に攻めるべき市場を見つけていくというところかなと思っています。で、それをするためにエントリー市場を設定する。ね、その Airbnb にしろ、Uber にしろ、Amazon にしろ。まあ、それは非常に秀逸だったので、まあ、その後スケールすることができたんですけども、まあ、それを、まあ、次の動画で解説しようと思ってます。